リボンみたいにしてたんやけど、ただのツインにした。自分で取りやすいよ。寒い。アーノンがこの髪型してって言って、これが好きって言ってくれたからこれにした。今日今日のアーノンの髪型が可愛くて、めっちゃ可愛いって褒めてたら、アーノンがこれがいいって言ってくれた。高見ツインもう二度とせんとかこの前言ったのにさ、1年前くらいかしちゃったよ。てか意外と好きかも。ストレートならいいんかな。寒い。どう DMM 写りはどうでしたか。かりんさんからのみんなへの差し入れ、タピオカ、ウーロン、黒糖ウーロン。収まった。そう、今日痒くて汗でめっちゃ痒いてた。あ、なんか赤くなってる。めっちゃ痒かった。え、虫虫虫虫虫虫。いや、寒い。カラコン買ったよって。ミカヌのおすすめは、一番好きなのはウィンターが好きやった。ちょっと虫にはトラウマが。前話した虫が落ちてきたやつがトラウマすぎて、最近外歩いててもう風とかの衝撃がちょっとこの辺に触れるやん、風が。それでさえ虫かと思ってビビっちゃう。こんばんは。なんか今日人多くない？なんで？こんばんは。スポキン、スポキン、メカのも見たい。遅い時間だから。やっぱ遅い方が見やすいんかな。いつもね4時くらいにやっちゃうから。そうやな、普通に仕事中とかやんな。ミカニャンがスポーツしてるの初めて見た。レアやで。バスケ、バスケしたんかな。でもね、ちっちゃい時水泳習ってたで、1年くらい。
っちゃい時から今ほどじゃないけどシスコンやったから、お姉ちゃんが水泳習ってたからミカノも習うって言って、お姉ちゃんが辞めるって言ったからミカノも辞めるって言って全部お姉ちゃんの真似っこしてた、うん、それ以外は全く運動とか狙い事とかはしたことない。ライブの振り返り配信、この前ね、あのルーム、ミカニャンルームでした。アーカイブの残ってんじゃん、そっちで見てください。妹感ない、ほんまにめっちゃ妹やで、性格だ、めっちゃ妹。なんか親戚いとことかも入れてもミカノが一番下で5人くらいおるんやけど、一番下やから本当に本当になんかもう下。お姉ちゃんともこの前話して、ミカノってほんまに妹の性格してるよねって話してた。うん、暑いね、やばいよね、公園やばいもん、汗が。メンバーに対して妹かなして、どうなん、人による、相手によるかもな、同期とかには出てるんかもしれんけど。レイちゃんとミカナのコンビ見れるの幸せすぎる、意外と仲いいから。めっちゃ喋る。髪の量が多すぎてこういうのしたいけど爆発すんのよ。クマ？なんかスッキリ見えるよね。これ、これでやろうかな。でも爆発すんのよ。多いから。昔よく下でお団子してた、昇格してちょっとくらいの時、いろんな髪型できるの嬉しくて。でも髪短かったからさ、毛量多くてもいけたけど、今はもう無理や。ネイルをオフしたのだからね、ちょっとあんま映したくない。ネイルさ、もう2年くらいずっとしてたからさ、もうなんか恥ずかしくて、地爪が下着みたいな感覚。
やっぱずっとジェルネイルしてたら爪が弱々になるからさ、ペラペラで何もできんのよ。何するのも痛い、風当たるのも痛いし、水で濡らすのも痛い。弱すぎ、ペロペロ。やっぱさ、爪見て可愛いってなるのが幸せやからさ、ずっとしてたけど我慢。なんかネイルをするときに一回変えてもらうときに一回オフするやん。そのときにペラペラすぎてやばくって、さすがにちょっと休ませないとと思って、ちょっとね我慢します。爪を元気に、栄養とってタンパク質とビタミンを取ったらいいらしい。あら、あんま爪見せたくないから見んといてな。ネイルオイルずっとしてるんやけどな、爪にいい、爪が丈夫になるっていうやつ。しかも一番最近してたネイルが、星いっぱいつけてたやつがもう過去一ってくらいお気に入りで、ずっと毎日こうやって眺めて可愛いとかやってたのに、なんか急にふとやばいネイル休もうと思って、と思ってネイル空いてるとこすぐ次の日に夜中に思って、次の日に空いてるとこ探してオフした。思い立ったら即行動すぎて、めっちゃ可愛いネイルだったのに、うん、点滅ヘロも私得すぎて最高だった。やった。どうでした？ほっぺたの内側噛んじゃってさ、めっちゃ痛い。口内炎みたいに。ミカニャンって公園でもめっちゃアイコンタクトしてくるしてくるんやねあ、いや、いやで、いやですかなんかしてきよったみたいななんか見てきよったみたいな感じ。え、ミカナってレス送る方ですか？自分じゃ分からんのやけど、みんなと自分がどのくらいレス送ってるのか。レス送るタイプの、送る方の人間ですか？どう？多い？どういうタイプにかな
自分で分からん。がっつりです、めっちゃくれる。ほんま多い方なんかな。他のメンバーどんくらいしたのかとか分からん。でもなんか初めの頃はさ、その表情がなさすぎるとかさ、なんかもう悪い意味でのお人形さんみたいとかをすごい言われてたからさ、そう思うとうまくできるようになったんかなって思うけど。でもミカナ的になんか表情のないアイドルもそれはそれで好きなのよね。なんかいろんなアイドルの人のライブ映像とか見るの好きなんやけど、なんか表情のない子ってめっちゃ目で追っちゃうんやけど、それはなんか特殊な感覚なんかな。過去の自分を肯定してるとかでは全くなくて、今普通にアイドルとか見てて、やっぱ表情ない子可愛いなとか思っちゃう思っちゃうんやけど。中川美優さんとかもめっちゃね好きだった。そう、なんかかわいいってなる自信なさげというか、なんか苦手なんやろうなって、苦手なんやろうなっていうか、かわいいなってなる。でちょっと終わりますね、時間も時間なので。遅いよね、もうごめんね、今来てくれた人。ランキング読みます。13位日本橋のケンさん、12位ポンタさん、11位みゆちゃん、10位マスオさん、9位ゴンちゃん、8位ミカナ大好き。うわ、今変わった、最悪。9位1つ2つミツさんおもろ8位カミュさん、読んだ5位ミオッチ、4位エレンちゃん、3位サーカちゃん、2位ポムちゃん、2位山本ルン。ありがとう、ごめんね遅い時間に。ありがとうございました。